フィリピンパブを対象にした修士論文なんて聞いたことない。面白いんじゃないですか。この店ってもうちょい若い女の人いないですか。おい翔太、結婚しろ。毎日食べれるよ。ミカを騙されてるんだって。騙されてない。結婚は今はできない。彼女は偽装結婚してるから。配偶者ビザで日本に入国させて自分の店で働かせる。ユンバどうですか。大丈夫だあいつ。Can we hope to see your being as soon as possible? うわぁ、うん、ネギちゃん、メンゴメンゴ、今から行く。ですけども、もしかしたらね、先に原作を読んでっていう方もおられるかもしれないんですけども、その本が2017年に、発刊されたんですけども、私が本をその本を手に取ったのがですね、翌年2018年 の、 夏頃だったんですけども、新書っていうのは要するにまあ教養を高める目的で書かれてる本が多いんですけども、およそそのちょっと教養とは、かけ離れたですね、まあ、ラブストーリーだったわけですね。でこれは映画になるなと、映画にしたいなというふうに思いまして、まあ、一番その自分が惹かれたポイントというのは、まあ、一人の大学院生が、そのフィリピンパブに行って、そこでまあ、あらゆるその、まあ、周りの、まあ、出会った女性とあらゆる周りのその、なんていうんですかね、障害であったり差別であったり、そういうことに立ち向かってですね、まあ、要するに自分の意思でもって、自分の主体性でもってその恋愛を成就させていく、最終的には結婚にまで至るという、そのちょっと日本人的ではない行動力と、一方そのフィリピンの方 の、 その日本で働いている人たちの実態というものが両方その本の中にあったもので、これは今の時代に訴える作品としては極めて有意義だなという思いがありました。で、一方でですね、その本はその中島幸祥さんという方の自分から見た世界ですので、いわゆるその女性奥さん方、彼女方、ミカさん方のその見方というのがですね、ほとんど書かれてないんです。で、これではちょっと不公平だなと。まして、その、彼の視線からだけで描くと、これは映画としては、その面白みが少ないなと、幅が狭いなという思いがありまして、そのミカさんに取材させてくれという話をその中島さんを通じてしたんですけども。最初は拒否されまして、最初はというかずっと拒否されまして、あんまり話したくないっていうことだったんですね。であるならばということで、今度はまあ実際に他のフィリピンパブに勤めてる方々に直で取材をしようということをしました。でこれはまあ中島さんがですね、じゃ あ、 私が案内しますということで、夜 の、 その名古屋の堺のですね、フィリピンパブに実際のところへ連れてっていただきまして、で私がその初めて行ったフィリピンパブで、その初めて自分のお隣にその座った女性がですね、いきなりですね、この iPad をこう出してきてですね、見てくれと、私の生まれたばっかりの子供なんだって言うんですね。でどうしたの、
子さん、あのどこにいるの？いや、フィリピンに。あのフィリピンに行ってフィリピンで産んで、それで帰ってきて今ここでまた働いてるんだと。旦那さんはどうしてんのって言ったら、いや、どこにいるかわからないんだと、行方不明なんだと、自分との妊娠が分かった途端にいなくなっちゃったんだっていうことを赤裸々に話し出したんですね。普通あの日本のね、そういうクラブとかそういうとこ、まあ、あの詳しくは知らないですけど、最初についたホステスさんが自分の身の上話をするなんてことは絶対にないと思うんですけども、それでおこれは面白いな、この人たちはいきなり最初についた私にそんな話をするんだなと。今日映画ご覧になって皆さん気づいたと思うんですけど、その部分は全くあの秋という女性のバックボーンに書き込んだんですね。ことほどさように、そういうそれぞれの人たちにそれぞれの物語があって、まあいろいろ大変な部分、それと映画の冒頭に出てきましたけども、その DV に苦しんでるんだと、今最近の問題も DV ばっかりよっていうセリフがありましたけども、あれもあの、まあ、直接的には描かなかったですけども、あの名古屋のそういうあの 在留外国人の相談室みたいなところあるんですけども、そこへあの取材に行ったらですね、もうその小さなマンションの一部屋なんですけど、マンションの扉の前にもういっぱい人が並んでるんですよ。あのもう椅子を置いて座って待ってはるんですね、あのフィリピンの女性の方々で。それがもう本当にみんな DV で苦しんでるというようなことをあのおっしゃってました。で、映画の中にも、実際に、元フィリピンパブで働いた人たちにも出てもらったんですけども、撮影してる時だったかな、まあもうね、あの話してて親しくなってて、やっとDV の夫と別れたのよみたいな話をですね、あの平気で僕にあのしてくれた人もいました。でもうせいせいしたわみたいなことを話してくれる人もいました。そんなわけで、すごくその実地でその働いている人と一緒にこの映画を作り、一緒にそのなんかライブ感みたいなものがすごくあのこの映画ではあの捉えられたんじゃないかなというふうに、思っております。で、そういう名古屋と、それから名古屋の隣町の、春日井というところでロケしたんですけども、春日井というところはちょっと今日あの皆さんご覧になって、いや春日井よく知ってるって言ったらなかなかね関西にはいらっしゃらないと思うんですけども、ちょっと独特の風景ですよね。主人公 の男の子、まあ、翔太が初めてデートで待ち合わせするシーンがあると思うんですけど、あの後ろに大きなこう仏像があるんですけども、あれは駅前なんですけど、春日井駅の駅前なんですけども、あれをですね、ロケハンで探したんですよ。探し当てたというか、僕はもう最初からこの仏像の前で待ち合わせして、デートの帰りもここで最後別れてっていうのを撮りたいなというふうに思ってロケハンしてたんですけども、そのロケハンしてる時にですね、その、仏像のあるところの後ろにですねマンションがありまして、でそのマンションにですねいっぱいこう洗濯物がぶら下がってるんですよ。で、まあ、暑い時期でしたから、そしたらこう窓を開けてですね、フィリピン人っぽいおじいさんがですねこう出てきたんですね。そしたら横の家からもまた別のフィリピン人の人が出てきて、あれ？このマンションみんなフィリピン人が住んでるん違うかと思いまして、それでスタッフと共にですねそのマンションのところへ行ったらですね、案の定全員ではないけども、全員確かめたわけじゃないんですけど、ほとんど の部屋にフィリピン人の方が住んでるマンションということが分かりまして、ここを私使わせてほしいというふうに交渉いたしました。ですんで、この映画の中に出てくる美香さんとか秋さんが住んでるマンション、部屋が出てきましたね、まあ、あれほんまにフィリピンの方が住んでる部屋なんですよ。でそれをそのまま使わせてもらったんですね。だからそういうリアル感もすごく、台所とかそのまんま使わせてもらいました。まあそういうわけで、名古屋あるいはその横の春日井市、あの辺りっていうのはもうフィリピンの方、まあ、ブラジルの方、ベトナムの方もいるんですけども、ものすごくたくさん住んでます。
計によると愛知県だけで30万人近くいると。で、フィリピン人が8万人だったかな。それぐらいもう住んでるんですね。で80年代にこの映画のそのお母さんの世代ですよね。80年代に最初はそのダンサーで入ってきた人たちがもう今2世3世の時代になって、男の子はまあ愛知県ですから、あの自動車、大きな自動車会社があるんで、そこの部品を作るような会社で働いてるんですね。で女性は女性で介護の仕事をしてる人が増えてきたっていうことで、もう世代が今もう2代目3代目に入って、変わってきてる。でそういうまあ多文化共生の社会というのは、まあ、もう今日本中そういうふうになってるんだなということの一端をですね、この映画では描いたつもりです。さて、今日はですね、この後もう皆さんあれですよね、パンフレットとか買い上げに、なってると思うんですけども、パンフレットをお買い上げになっていただいた方にはですね、私がサインをいたしますので、サインいらん人はいらんでいいんですけどもサイン させていただきますので、よろしくお願いします。それから、この作品ですね、東京と名古屋、東京で今公開してます。それからこの大阪で公開してるんですけども、まあ、今現状大阪はここ一貫ですので、これからどん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 広げて、いかなければなりません。皆さんこの映画もし気に入っていただければですね、ぜひ口コミも大事なんですけども、ネットとかですね、そういうところで拡散していただけるとありがたいです。そんな拡散するときにですね、使っていただくために写真をですね撮っていただいて結構です。今日は女優さんがいなくて、こんなおっさん一人であれなんですけども今から写真を撮っていただいて構いませんので、ポスターとかあるのか。ポスターはないですね。ポスターないですね。はい、わかりました。じゃあちょっと寂しい絵ですけどもはい、じゃあちょ手を振らせていただきますじゃあちょっと撮ってもいいよという方は、はい、サインじゃない写真をですね、はい、いただけたらありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、先生、はい、待ちましょう。はい、目線送らせていきます。はい、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 じゃあ真ん中の後ろのあたりですかね。はい、大丈夫ですか大丈夫ですか。はい、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 ありがとうございます。では、はい、今からじゃあ、はい、サイン会に移ります。はい、一旦じゃあこちらで、はい、舞台挨拶は終了ということで、はい、本日はご来場ありがとうございました。